呪術廻戦ファントムパレード、いつまでほうきで飛んでんだ、降りてこいよクソ魔女。さっきから何度も降りてるじゃん、さっさと捕まえてみろよ一年。ほら、私が浮くほどの呪力の風、砂利とか枝が勝るとクソ痛い、気抜くと肉えぐられるわね。よくも私のご尊顔を。顔の傷も男なら勲章、女なら欠点だもんね。ああ、呪術師が実力主義だと思ってない？実際そうだろ。それは男だけ、女はね、実力があっても可愛くなければ舐められる。当然、可愛くても実力がなければ舐められる。わかる？女の呪術師が求められるのは実力じゃないの、完璧なの。そして舞ちゃんはそれ以上の理不尽と戦ってるの。てめえがめんどくせえのはわかったよ。この子、一年の割に戦い慣れてる？何回吹っ飛ばしてもピンピンしてる。これ以上出力を上げれば殺しかねない。いや、それは言い訳だ。攻めきれない一番の理由、犬巻君の呪言。呪言は言霊、音に呪力を乗せるわけだから、こちらも耳から脳にかけて呪力で守ればいい。呪言は対呪霊に特化した術式なんだ。さっきも言ったが、術師にとっては来ると分かっていればそこまで怖いものじゃない。逆に言えば、来るか来ないか分からないと延々と気を散らされる。ただでさえ頭の内側を守るなんて慣れてないのに。いてもいなくても厄介。説教は終わりかよ。行くか。やるか。行くわよ。手早く済ませましょう。飛んでけ。押し流せ。くらえ。ほれほれ。よし、行くぞ。行くわよ。片付けます。ぶっ飛ばす。あめ、数霊呪法かまじ。ほれほれ。行くぞ。相手し、手早く済ませましょう。ぶっ飛ばす。ビビらず行けよ。行く、やるか。相手し、片付けます。あめ、このままじゃ食らえ。はっ、今が。行くぞ。相手し、片付けます。形勢剣。ビビらず行けよ。こんなの。ただ報告がある。早く帰るぞ。舞ちゃんが求められてるのは完璧なんて生優しいもんじゃない。エリート呪術師の家系、御三家の一つ全員家、そこでは完璧なんて当たり前。全員家送電の術式を引き継いでいること、それ以外は落語者として術師人生をスタートする。その中でも女はスタートラインにすら立たせてもらえないこともあるの。全員家にあらずんば呪術師にあらず、呪術師にあらずんば人にあらず。そんな可愛げのかけらのない家に一生仕えて蔑まれて生きる。
私たちが当然のように享受している環境を手にするのに、舞ちゃんたちがどれだけ苦労しているか。呪いを仲間だと勘違いできる頭でよく考えたら。うるせえよ。不幸なら何しても許されんのかよ。じゃあ何か、逆に恵まれた人間が後ろ指刺されりゃ満足か。そうやって沙織ちゃんはどんな生い立ちだろうと私はあいつが気に食わねえ。同じ生い立ちでも私はマキさんが大好きだ。てめえらこそこれから乗ろうとしてるバカがどんな人間か少しは考えたことあんのかよ。完璧も理不尽も応える義務がどこにある。てめえの人生は仕事かよ。スーレイ地方かんざし。当たらない釘を飛ばし続けたのはこれのためか。高度を落としたからってそれじゃ届かないでしょ。いや届いたわよ。これで十分。私のほうきの枝。男がどうとか女がどうとか知ったこっちゃねえんだよ。てめえらだけで勝手にやってる。私は綺麗におしゃれしてる私が大好きだ。強くあろうとする私が大好きだ。私は釘崎野原なんだよ。ほうきが操作できない。そっか、あの藁人形に私のほうきの枝を。私がトンカチで殴れば下手すりゃ殺しちゃう。だから。は？ピコピコハンマー。おらー。もう一発。うっ。有効射程ギリギリ。よかった。当たって。もしもし、モモ？大丈夫、ゴム弾よ。それよりさっきの光、アルティメットキャノンよね。でもメカ丸と連絡が取れないの。あの大技を出すほど追い詰められてこれなら負け濃厚。多分パンダが戻ってくるわ。そこを離れて上からみんなをサポートして。あなたがいないと困るわ。うん、舞ちゃん、私ね。いいのよ、モモ。わかってる。うん。なんだよ、仲間呼ばねえの？別に私は2対1でもいいぜ。楽しみ方っていろいろあるでしょ。みんなでボコボコにするより、一人で楽しみたいの。あんたは。お姉ちゃんって呼べよ。妹。あんた、マキさんのことどう思う？どう答えても角立つそう。とても素敵な女性かと。あ？術師としての話よ。あ、そっち？正直呪術云々はまだよくわかんねえけど、喧嘩は超強い。重心っていうか歩き方でもうやばい。マキさん49。え、マジ？家が面倒な術師の家系でね、セルフ感動みたいに出ていったマキさんの昇級邪魔してんのよ。呪術師の家系なら強い術師は大歓迎じゃねえの？一度否定したものは認められないのよ、バカだから。
でも交流会で活躍してマキの名前がある程度広まればそういう嫌がらせも難しくなるよな。そのためにまずは団体戦で勝つ。あんたももう一遍死ぬ気でやんなさい。はい。聞こえてんぞ。ったく、余計なこと考えてんじゃねえよ。何笑ってんのよ。